滋賀県立美術館は滋賀県大津市にある美術館。1984年8月に滋賀県立近代美術館として開館。琵琶湖文化公園の文化ゾーンに位置し、周囲には滋賀県立図書館、滋賀県埋蔵文化財、センター、茶室、石小庵等がある。建物の設計は日建設計及び滋賀県土木部建築家。近代日本が。 京都ゆかりの美術、戦後アメリカの現代美術、アール・ブリュットを中心として展示している。中庭には、アレキサンダー・カルダーが、シカゴ市内に設置した、パブリックアート、フラミンゴの大型の試作品が展示されている。2017年4月から、建物の老朽化のため長期休館。改修工事を行い、2021年6月27日、滋賀県立美術館と、 名称も、新たにリニューアルオープンエントランス周辺を、ウェルカムゾーンとして位置づけ、クリエイティブユニット、グラフの勧誘によりショップカフェや、キッズスペースが整備されたほか、シックスデザインを、馬、デザインファームが担当した。2012年、新生美術館として、新館建設、既存館改修、公園整備など美術館全体の再整備を行い、新たに、仏教美術、 アール・ブジュットを収蔵、展示するなど、美の市が拠点施設とする構想が、片幸小前知事のもとで打ち出された。2015年、プロポーザルで、金沢21世紀美術館を手掛けたサナーが選定され、2017年、建設工事の入札が行われたが、建設費の高騰もあり部長に終わり、2020年春のオープンは絶望的となった。その後、 滋賀県は設計内容の見直しなどを行ったが、三日月大蔵知事が県議会と約束した47億円に費用を収めることができず、2018年、知事は新生美術館の計画を凍結することを表明した。これにより、サナーの設計した建築計画は事実上破棄されることになった。滋賀県は2019年度から2か年で既存館の 老朽化対策を行い、2021年度6月にリニューアルオープンを果たした。なお、新生美術館の凍結により行き先がなくなった旧、琵琶湖文化館が保管する仏教美術品については、改めて専門家による委員会で検討が行われ、大津市浜大津に新たな展示施設が整備される方針となった。回廊。 常設展示室と特別展示室を結ぶ中庭エントランスロビー。ありがとうございます。